中谷美紀、25年ぶり月給に決意、初心を忘れずに、徹底役作りの裏に、豪華な3人、も。嵐の二宮和也、俳優の中谷美紀、大沢たかおが、フジテレビ系の10月期、月給ドラマ、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、10月9日スタート、毎週月曜午時、でトリプル主演を務める。3人とも月9ドラマ初主演となり、クリスマスイブという、たった1日の出来事を1クールかけて書く壮大なエンターテインメント作品に臨む。クランクインをした中谷がこのほど、取材会に参加した。中谷は、月9ドラマ、一つ屋根の下、1993年、で俳優デビュー。当時について、生まれて初めてお芝居のお仕事をさせていただき、受付で緊張し、ガチガチに震えていたのは覚えています、と鮮明に語るほど、同枠には思い入れも深い。その後、国内外を問わず幅広い活躍を続け、デビュー30周年を迎えた今年は、連続ドラマ W、ギバーテイカー、ワウワウ、で主演を務め、舞台、猟銃ザ・ハンティングガン、ニューヨーク公演で大盛況を収めるなど、キャリアを重ねてきた。そして今回、ミツルを辞して、デイズ、1998年以来25年ぶりの同枠出演を果たす。中谷は、二宮さんと大沢さんにおんぶに抱っこで、プレッシャーはすべてお二方に押し付けようかなと思っています、と場を和ませつつ、異色のドラマですので、通常、月給をご覧になっている視聴者の皆様がどのような反応なさるのか、とても楽しみです。物語が面白いので、年齢問わず楽しんでいただける作品だと思います、と自信をにじませた。中谷は、横浜、山下ふ頭、ふ頭、で起こった銃殺事件の現場に直行するローカルテレビ局、横浜テレビ、の報道キャスター、倉内桔梗、を演じる。西山喜久恵アナ、佐々木京子アナ、梅津八重子アナという豪華な面々から指導を受ける徹底ぶり、活動的な役柄にしたい、という制作陣からのオファーも汲み取って演じる、桔梗、について、常に動き回っている。ドラマの主人公の一人としては、とても応援しやすいキャラクターなのではないかな。すっきりしていただけるかと思います、と期待を高めた。頑固な孤高のシェフ立葵時を、を演じる大沢とは、ジンジン、シリーズ、2009年、2011年、TBSK 以来の再共演となる。取材時には共演シーンはまだ撮影していなかったが、ご存知の通り徹底的に役作りをされる方。大沢さんがお料理なさる姿ってとてもセクシーなんじゃないかなと思って楽しみにしています、と絶大な信頼を寄せる。その一方で大沢さんのイメージが音を立てて、崩壊していくような役柄ですよね。面白いです、と言い、コミカルな一面もあることを明かした。もう一人の主人公、容疑をかけられた記憶喪失のスグロジ誠治を演じる二宮とは、今回が初共演となる。二級の自然体な演技への憧れを語りつつ、二宮さんの役は複雑で、トリッキーです。本当に人を殺めたのか、どうだったのということも含めて、と第1話から張り巡らされる、伏線を二宮がどう表現するのかも見どころだと伝えた。一日の物語を1クールにわたって書く今作だからこそ、体調によって顔色が変わったり、お肌のコンディションが揺らいだり、あとは髪の毛が長くなったり、短くなったりしないように気をつけたいです。冬になっていくと、食べて太ったりもすると思うので、体重の調整もしなくては、と一層気にかけなくてはいけない部分もある。自らを飽きっぽいと語る中谷は、新鮮な気持ちで演じられるように、初心を忘れずに、ということは大切にしたい、と決意を込めた。